さんこんばんは。今回はトータリーアキレートバトルシミュレーターをプレイしたいと思います。ではメインメニューからキャンペーンを選びます。キャンペーン選択画面です。 G イントロダクションを選びます。レベル選択画面です。ピアシングミュージックを選びます。今回はポーションセーラー何体でピアシングミュージックに勝つことができるかということを確かめてみたいと思います。人数としてはいきなり全力からやっていきたいと思います。なぜかというとポーションセーラーはアーチャーに対して意外と弱いので、アーチャーがピアシングミュージック、青チーム側にはアーチャーがかなりいますよね。11体いますので、少なくともアーチャーの数よりはポーションセーラーの方が多くないと勝てないと思いますので、全力でいっても、あ、もう終わりましたね。4体で全力なんですよね。なぜかというとポーションセーラーはコスト340と意外と高いので、4体で使い切ってしまいました。予想としましては、先ほどの話にも出てきましたけれども、アーチャーに対して非常にポーションセーラーが弱いので、結果の予想としては当然青チームの勝利と予想することになってしまいます。では確かめてみましょう。青チームピアシングミュージック VS 赤チームポーションセーラー4体バトルスタート。さあこうなるんですよね。アーチャーの矢に対してすごく弱いです。あまりにもあっけないですよね。ちょっと今のは体型も良くなかったかなと思うんですよ。アーチャー対策の体型というのもある程度できるかなと今思いましたので、それをちょっと試してみましょう。あまりにもあっけなさすぎます。ですね、一瞬でしたね。ポーションセーラー1体あたり矢が3本ぐらい刺さってますよね。あ、人数差がちょっと圧倒的すぎて非常に厳しい戦いでした。ではこれをタブキーとして、タブキーじゃない、ベストアングルとしてタブキーで戻ります。ちょっと体型を変えましょう。クリアしてポーションセーラーを縦1列にします。で少しは、まあ、焼け石に水だとは思うんですが、少しは改善されるかもしれないなという気はしますよね。縦一列の分散体型でいきましょう。本当に焼け石に水だとは思いますが、一応これである程度のアーチャー対策にはなると思うんですよ。どういう作戦かと言いますと、まずアーチャーは一番前にいるポーションセラーに一斉に矢を浴びせます。そうするとリロード、アーチャーのリロード時間の間に2体目3体目4体目が前進することができるんですね。それでひょっとするとなんとか少しは毒をアーチャーに浴びせられる可能性は出てくるかなという程度なんですよね。なので予想としましては青チームの勝利と予想します。では確かめてみましょう。青チームピアシングミュージック VS 赤チームポーションセラー4体バトルスタート。さあこれで、あ、もう最初の一撃で2体倒されましたね。これはリロードの時間も十分あるので、やはりこうですね、体型を工夫してもやはり少しは時間稼ぎにはなりましたが、ポーションセラーの勝利は難しかったですね。無理でしたね。さらに距離が遠くなってベストアングルが見つけづらくなっております。アーチャーの射程距離長すぎますよね。この距離ですからね。これではポーションセラーに勝ち目はないです。とても相性が悪いポーションセラーにとってとても苦手な相手、アーチャーがこの人数揃っていて
いればいると勝てません。こんな感じですね。これをベストアングルとしておきましょう。これで結論が出ました。ポーションセラーのみの編成ではピアシングミュージックに勝つことはできないというのが結論です。というところで今回の動画は終わりにしたいと思います。続きはまた次回の動画でプレイしたいと思います。それではお疲れ様です。